はい、こんにちは。まやチャンネル、まやはらです。はい、今日はですね、新宿のおすすめ名所を紹介したいと思いますね。はい。はい、そしてこちらにいらっしゃいますのは、公益社団法人東京青年会議所新宿委員会の皆さんです。はい。はい、ちょっとご説明をお願いいたします。はい、ありがとうございます。はじめまして、私は公益社団法人東京青年会議所新宿委員会の本年度の委員長の今田清美と申します。東京青年会議所はその名の通り、25歳から40歳までの青年経済人が東京23区を明るい豊かな社会の実現のために活動している団体でございます。新宿委員会はその23区の中の新宿の街をより魅力的にするために活動しております。本日は、新宿の街の魅力のほんの一部ですが、皆さんにお伝えさせていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではやっていきましょう。はい、はいはい、ということで小野上製作所へやってまいりましたね。はい、はい、こちらはですね、なんと某グルメサイトのラーメン屋さん新宿のランキングで高評価を獲得しているということで、ちょっと楽しみだね。はい、うん、どんな麺が出てくるんでしょうか。はい、エビスキ麺にあります。はい、あ、おー、美味しそう。美味しそう。いただきます。はい、じゃあ石君食べてみてください。はい、そうそう、つけたのつけ麺ですね。どう、美味しい？うん、あ、よかったよかった。美味しい。じゃあパコンいただきますね。はい、はい、おー、美味しそう。すごい、いただきます。うん、すごいね。エビの香りすごいする。うまい。もうちょっと食べる？はい、はいはい、じゃあ行きましょうか。おお、おお、はい、はい、ということで新宿御苑やってきましたね。はい、はい、雨上がったね。うん、晴れてちょっと暑くなってきたけど、はい、ちょっと回っていきましょう。はい、はい、はい、これがフランス式庭園だって。なんかちょっと確かに木とか違うよね。あ、やっぱほらちょっと違うね。なんか芝生になっててすごい綺麗。うん、フリーズや。あ、これね、花ね。ちょっと雨降ってたから綺麗な感じになってるね。うん、綺麗だね。はい、インドカレーダイニング小原カフェでちょっと休憩したいと思います。はい、釜焼きのチョコナン、エイシンくん来ました。はい、美味しそうだね。うん、でもまだ暑いらしいからもうちょっとしてから食べようか。はい、バニラアイス添えだって。うん、へんちゃんどっちかって言うとこっち食べたいんでしょ。両方食べたい。食べたい。もう美味しそう。暑いからね。うん、チョコレート暑いから気をつけてよ。うまい。よかった、もちもちじゃないもんね。なんか伸びてたね、今。なんだね。うお、美味しそう。うまい。熱くない？よかったね。ナンを使ったデザートっていいね。ダンス。あ、今。あ、だだだだ、すごい、美味しそうだな。あれに、あ、バター塗った。え、ここにもいんの？本当だ。はい、続いてこちら新宿末広亭やってきましたね。はい、すごいね、あのいい建物ですね。昔ながらの建物ですけれども、ここはですね、あの新宿地域文化遺産第1号なんだって。うん、都内にたった4カ所しかない落語が見られる場所の一つだね。はい、パパね、将来ね、編集落語やってみたいんだよ。うん、だからここでちょっと勉強するよ。うん、あれ、あって、ここにもいんの？じゃあ行きましょう。おお、え、ここにもいん
あ、ありがとうございます。失礼します。だんだん収集できたな。ねえ、できたね。はい、ありがとうございます。じゃあ、いただきましょうか。はい。はい、どう？うまい。うまい？うん、よかったね。じゃあパパいただきますよ。はい、はい、パパは大根おろしも入れさせていただきます。はい、はい、じゃあいただきます。はい、うん、おいしい。サクサク。どうでしょう。ん、すごいね。エビプリプリじゃん。キスだよ。あ、キスだって。キスって、うん、白身のお魚。うわ、美味しそう。なんかハート型になってる。そうだね。だからキースって名前なのかな。いや、違うけどね。美味しいでしょ。熱い。熱かった。大丈夫。つまみもできます。あ、ナスでした。ナスか。ナス。エイシン君、ガッツリモードに入りましたね。マクマク食べ始めたけど、美味しいですか。うん、よかった。ハンホーバーハンホー。あ、そうだね。花子。わあ、美味しそう。キツネ色だね。うん。あのさ、これ、はい、これが生きた穴子。おお。この穴子が鳥になった。おお、すごい。生きた穴子。餌っていい。餌ていいよ。ぬるっと触ってみていい？いや、噛んだりしないよね。しないしない。ぬるっとして、ぬるっとして、ぬるっとして、ぬるっとして。これ、これやっちゃった。マジか。でも美味しいんだよ、これが。アイスクリームに作られるんだ。おお。でもさ、今度開けたらアイスクリーム溶けないんだ。溶けないね。溶けない。あ、おお、来た。来た。あ、はい。ちょっとですね。すごい。うん、すごい。ソースまであるんだね。うん。ソースつけて食べられてるんだね。そうだね。はい、では溶けちゃうから召し上がってください。はい、じゃあ。うん。どう？衣がちょっと温かくて。うん、アイスクリームが冷えてるから相性抜群。これも熱々の冷え冷え、熱々の冷え冷え。よかったね。美味しそうだもん。ごちそうさまでした。美味しかったね。うん、うまかった。美味しかったです。特にアイスで。ここにもいたの。本日は東京青年会議所新宿委員会の方々におすすめいただいた箇所を回らせていただきました。新宿委員会の方々は普段から地域に根ざした活動をしているようですね。はい、2016年9月22日木曜日秋分の日にはここ歌舞伎町シネシティ広場にて、工事富田さん、新宿区長、新宿警察署長、商店街組合の方々を招いてフォーラムを開催するようです。興味のある方はぜひご参加ください。はい、本日訪問した名所とゆるキャラグランプリにもエントリーしているぼったくりすの詳細もコメント欄 URL からぜひご覧になってみてください。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。